さ、今日暑くない？え、嘘。暑くない？え、暑いよ。じゃあ多分あんたがいるせいだな。うん、温度を上げに来てる。だってさ、いつもさ、そうだよ、近くにいるから鬱陶しい。たまにはなんか一人でさ、広々と寝たいんだけど、あっち行って。え、何？何？寂しくないし。え、私が寂しがると思ってさ、隣にいるわけ？やめて。寂しくないから。え、本当に。っていうかさ、そっちがさ、寂しいからくっついてるだけじゃん。求めてないし、そういうの。ほら、あっち行って、暑いから。邪魔。なーに？え？寂しいの？知らないよ、そんな。知らないよ、暑いって思う。たまには一人がいい。何つんねん。くすぐったいんだけど、触んないで。ほんとに、くすぐったいって。え？え？何？待って。迎えて。出張？あ、いつから？え、あさって？え、あさってって、明日、あさって、え、二日後？え、そうなんだ。どう？二日後は一人で涼しく寝れるってわけね。え？いや、寂しくないから。寂しくないよ。別に。でもなんか、珍しいね、出張って。いや、だってさ、今までなかったじゃん、出張。いきなり？どこ行っちゃうの？博多？え、めっちゃ遠い。え、待って、誰と行くの？もしかしてさ、あの前に行ってた新しい新人の後輩の女の子みたいな、一緒に行くの？え、一緒に行くの？え、聞いてないよ、そんなの。え？なんで行くの？え、やだ、普通に。なんで？なんか別に、他にだっていくらだっているじゃん。その子以外だってさ、全然いるじゃん。行かないで。見てほしくない。見てほしくないよ、そんなの。寂しいし。え、寂しい。だってさ、その可愛い後輩と二人で行ったらさ、絶対なんかあるじゃん。絶対何かしらあって帰ってくるに決まってんじゃん、そんなの。え、じゃあ私も一緒に行くから。別にいいよ、私もう有給取っていくし。え、なんだって、その二人っきりとかさ、いや、嫉妬する、普通に嫉妬するし。え、なんで笑ってんの？え、
待って、状況が理解できないんだけど。え、なんで笑ってる？嘘？どこまでが嘘？後輩と二人で行くのは嘘？何それ、なんで嘘ついたの？ねえ、ムカつくんだけど、本当に。やっぱり今日もあっちで寝てもムカつくから。でもいいし、一人で寝るし、あのクーラーない部屋で寝てね、一人で。出張も嘘じゃん。出張は本当なの？じゃあ戻ってきて。だって二日後行っちゃうんでしょ。じゃあ今日っていうか二日間も一緒に寝てあげる。だって行っちゃうでしょ。それはなんか寂しいから。だってさ、飛行機でさ、帰ってこれなくなっちゃったらさ、もう会えなくなっちゃうじゃん。もうそれは、もうそれは寂しいからさ、今日、二日間だけ一緒に寝てあげてもいいよ。いいよ。今日今回だけにしてね、出張を。だってさ、別々のに寝るのとさ、出張行かれるのじゃ全然違うじゃん。行ってほしくない、出張、寂しいから。あの電話とかしてもいいの？出張先で電話したら出てくれる？じゃあ電話する。寂しいかも。まだ実感ないけど。じゃあさ、二日間はくっついてねよ。寝る一緒に。やっぱり。さっきの却下。